目白自動車事務所前でございます。アルトターボです。なんか後からつけたようなターボみたいなので、ちょっとこう昔はかっこよかったのかなっていうのが、今となって味が出てる感じがしますけども、綺麗な車両でございます。リアのワイパーはありません。このようになってますね。もうロックで止めちゃってあるんですかね。他の部品はありますけども、これはこれでいいんじゃないかと思います。ダンパーのへたりもなく、この過去に変えてますね。綺麗ですもんね。これは当時物をずっとではないと思います。こういう断線とかあったんでしょうかね、まあ、細かい雨漏りとかいろんな気遣いを感じます。このゴムもですね、当時のじゃないと思うんですよね。過去に1回変えてると思うんですよね。綺麗についてます。でですね、まあ、よく見るとこの辺は錆びてますけども、ちょっとこうデコーンとしてる感じが、こう塗り直しされてるのが分かると思います。全体のオールペンかどうかまではちょっと仕事が綺麗なので分からないですけども、外装補修をされてる部分というのはあると思います。この辺は薄傷ですけども、タッチペンは 26U で間に合うと思います。ツインカムとエアロは似ておりますかね。このようになっております。このタイヤハウスのあたりのところはサビが出ちゃうところなんですが、腐食は少ないと思います。まあ、もちろん経年劣化のサビはありますけども、まだまだ仕上げでいける部分あると思います。まあ、燃料タンクの外装はちょっとサビは感じますね。まあ、燃料漏れもしておらずですね、しっかり一発始動で動いております。ショックの感じもとてもいいのでよろしいんじゃないかと思いますね。ロードダウンではないですね。純正の黒で、下のところが青いステッカーになったのでちょっと暗くて見間違えました。スポイラーも状態はその裏側だけでしたからね、綺麗です。でタイヤの方も純正アルミに155-6512ということですが、タイヤはもう交換時期ですね。本当に乗り方は良かったと思うんですけども、もう本当に山がなくてひびが来ております。これはもう交換した方がいいんじゃないかという。145-8012でしたら余ってますけども、とりあえずこちらはですね、現状で行かせていただこうかと思っております。ミラーですね、このように少しこうかすれちゃうんですよね。中がかすれるっていうか削れちゃうというか、まあこれは大きな問題じゃないと思います。アンテナも出っ放しとか戻んなかったりとかなんですね。柔らかいです、スムーズです。本当にこう動画で見てもわかると思いますけども、うちの在庫の中では一番綺麗です。屋根とかもですね、何もなっておりません。オーナー様の愛が感じられる一台でございます。エンジンルームを見てみましょう。その前に内装を見てみましょう。ここだけ破けちゃいましたね。ご自身で縫われたような跡があります。まあ、やっぱりこの辺のですね、ちょうどここの辺のですね、鉄があるんですけど、アルト関係はみんな並にはここがなんかこうへたるというか当たる感じがしますよね。はい、このぐらい弾力がある頃はいいんですけど、鉄が届いちゃうような。ただこの辺あんこ足したんですかね、なんか増えてますよね。あっちと比べると少しモコッと、ターボ専用シートというかですね、フォグもついております。でメーターの方が現在 69,980 何キロということで、16万キロの実装読みでよろしいかと思うんですけどね、一応その辺もですね現状で行かせていただこうと思っております。このように一発始動です。寒くなってきましたので始動時は少し回転数高いですけども、落ち着きします、かなり落ち着きます。ミニカーのフロアマットです。でも内装の方もかなりいいと思いますよ。もちろん少しめくれてきているところとかですね、色がちょっと汗ってきてるところとかありますけども、ギアもこれだけ綺麗ですからね。バンなのでフラットに倒れます。こちらのバーもついております。こっちは大丈夫なんですけど、こっちのつまみが取れちゃってますね。頑張って引っ張れば取れます。
もう欠けちゃってますから。あと天張りですね。天張りが真ん中だけ残ってるんですよ。過去に一回張り替えたようなもんなんでしょうかね。それで脇の方のめくれちゃってる分だけをカットして取ったんでしょうね。このように両面テープとか残ってますからね。プロにやってもらうと3万円ぐらいで綺麗になります。これが面白いことに、あの剥がす方が2万円近くかかるって言ってる、言ったりするんですよね。すごい、そっちの方が大事みたいね。下地が貼る方は1万円ぐらいでできるんだけどね、なんて言われたことあります。で、純正だとちょっと短くなっちゃうから少し余裕が欲しいということで、針屋さんは専用のいい素材を見つけてきて貼ってくれます。色とかも選べたりしますけど、エンジンルームです。まあよくこれだけ綺麗な状態を維持してきた、まあ、ピカピカではないですけども、こうやって見るとホースとかもまだ交換数間もないですよね。こういうのもインタークーラーのピンとかが大きく曲がってるのもないですから、はい、タイミングベルトの辺も見えましたでしょうか。で、バッテリーは新品にしました。オルタネーターの方が完全に終わってましたので、その辺も交換しました。 CC72V の部品を流用しました。まあ、若干ツインカムのターボとかと取り回しとかですね、違う部分結構あると思います。この辺なんかスカスカですからね、本当に。このような状態で楽しくなっております。アイドリングの方も安定しておりますね。本当に乗ってみて思ったのはですね、軽い吹き上がりの良さですね、とても感じます。このような感じです。よろしくお願いします。